やったー、今回は俺の勝ち。これで3勝。集中力が高い時のフロイドはやっぱり勝負強いな。また負けた。アズール容赦ねえんだぞ。これで僕は5勝0敗。まあボードゲーム部として当然の結果です。ジャミルさんは2勝3敗ですか。ん？ああ、久しぶりだから腕が鈍ったかな。昔はよくカリムに勝つまでやるって毎日何時間も付き合わされてたっけ。こういうの弱いくせにな。なるほど、うん、それでですか。何がなるほどなんだ。変なやつだな。いいえ、こちらの話です。カリムさんとは幼い頃から一緒に育ったのですね。それこそ物心つく前からだな。そういえば君たちオクタビデルの3人も幼馴染だったか。そうらしいね。らしいってなんで人ごとみたいに言うんだぞ。俺たちエレメンタリースクール入ってからずっと一緒のクラスだったらしいけど、俺アズールを認識したのミドルスクール入る直前だし、だからあんま幼馴染っぽい思い出とかないっていうか。僕それはそれはおとなしいタイプだったので目立たない生徒だったんですよ。別の意味で目立ってそうだったけどな。主に横幅が。クリムさん、それは内密にと何度も言いましたよね。それなのに今は君が寮長？随分と不思議な関係だな。そう？今はアズールの言うこと聞いてるのが面白いからそうしてるだけ。ジェイドもフロイドも僕に服従している気はないんでしょう。彼らにとってはそういうごっこ遊びなんですよ。主従ごっこということか。ますますよくわからない関係だ。僕がリーダーとして間違った、あるいはつまらない選択をしたときは、二人はあっさり僕から離れ寮長の座を奪うはずです。まあ挑まれても負ける気はしませんが。俺らも挑む予定はないけどね、今んとこは。あくまで君たちは対等な関係なんだな。今は面白いから一緒にいるし、つまんなくなったら一緒にいなくなるってだけ。つうか副寮長は寮長の家来じゃないし普通じゃん。普通ね。生まれた時からアジーム家の従者の俺にはやっぱりよくわからない。主人は主人、従者は従者だ。おそらく一生な。お、なんだお前ら、まだ遊んでるのか。え、ん、マンカラか。懐かしいな。昔ジャミルと何時間も勝負したっけ。お前もう寝てたはずじゃ。どうして一人でフラフラ出歩くなといつも言ってるだろう。もしまた誘拐されでもしたら。心配性だな、ジャミルは。大丈夫だよ、ジェイドも一緒だったし。は？ジェイド？はい、ずっとカリムさんのそばにいましたよ。カリムさんは本当に親切な方ですね。いろいろと丁寧に教えてくださって。お前カリムに何をした？何とは。僕たちはただ楽しくお話ししていただけですよ。ねえ、カリムさん。うん、宝物庫を案内してただけだぜ。ああ、そうだ、ジャミル。うちから持ってきた銀と青の絨毯があっただろ。あれ、どこにあるか知ってるか。俺じゃ見つけらんなくてさ。戻ろう、カリム。ね、なんだよ、急に。いいから、部屋に戻るぞ。の、わかった。わかったから引っ張るなって。悪いジェイド、絨毯はまた今度な。はい、またいずれ。